では腕を交差して体を前に倒します。肩甲骨周りをしっかりと伸ばして、深呼吸を一回しましょう。ゆっくりと戻ってきて、前の腕の肘を持って頭の後ろに持っていきます。腕の内側、脇をしっかりと伸ばして、そのまま手を天井に伸ばします。手のひらを合わせて、肩甲骨からぐーっと手を天井に向かって伸びて伸びて伸びて、えいゆう。もう一回反対側をしましょう。交差して前、この時に首はリラックス、深呼吸を使ってもっと深く沈みます。ゆっくり戻ってきて、肘を取って、肘を軽く体を中心に寄せてあげることによって、もっと脇、腕の内側が伸びます。そのまま天井に、もし手を合わせるのが難しい人は交差なしで手を組んで、ぐーっと伸びて、えい。で、おしまい。